です。はい、こんにちは。フリーランスでデジタルファブリケーションの研究をやってます、立川と申します。このシリーズではセラミック系の 3D プリンターを使って僕が引き受けた実験の過程というのを紹介しています。連番で見れるようにしておりますので、よければそちらもご覧ください。このチャンネルでは僕がカスタマイズした 3D プリンターをはじめ、材料とデジタル工作機械の組み合わせによるデザインのツールを紹介しております。よければチャンネル登録もお願いします。はい、今日何日？27日か。今日は27日ですね。9月27日です。昨日をまず抹茶の比率を下げて、その代わりに、別の代わりの材料の比率を 10g ずつ足してみました。で、乳香とサンナを入れてみたんですけど、自然乾燥した段階で若干ですけど、ひび割れが見える。若干ひび割れが目立ってます。いやー、どうしようかな。ちょっと昨日は水っぽくて、プリントする形自体をだいぶモデリングし直してみたんですけど、見てようやく全部揃ったって感じなんですけど、前のやつが、まあ、これ割れちゃったやつなんですけど、比較するとこんな感じ。まあ、明らかにちょっと高さを変えちゃいました。もう基本的になんか最初から潰れてプリントされるんで、なんかまあこれ 3D プリントかって言われるとちょっと幻滅されるかもしれない。どうしよう。まあでも今のところ水っぽくてもプリントできる高さとか勾配とかをいろいろ比べてった結果これなんで、まあいっちゃいいのかな。まあちょっとこれ1日経っただけなんでまだ柔らかいかもしれないけど、ちょっと、あ、これ入んじゃない、こっちか、六角。あとはなんかこういうのも適切な道具があればいいなと思ってたりする。ちょっと柔らかいうちから穴をきっちり空気が通る道を作ってあげないとあれなんで、穴のうちから寄せるところは通しておきます。まだ全然柔らかい、あ、これなんだっけ、せいだよね。はい、っていう作業を全部にやりつつ、今日はちょっと水分減らしてプリントしたいな。あ、ちなみに今日から VlogL っていう機能を新しくつけました。カメラの機能で、ちょっとマニアックなんですけど、あと色の階調がだいぶ広く撮れるらしいのでやってみています。はい、じゃあ行ってきましょう。後の手作業を考えるとなんかまるで和菓子作ってる人たちみたいな感じですね。むしろこの辺までちゃんとやらないと、ちゃんとした売り物にはできないんじゃないっていうのは、なんかいつも見ていて思います。やっぱね、プリントするだけでもう商品になるみたいな考え方はマジでね、やめた方がいいです。と、こういう誤解いっぱいあるんで、もう知ってほしいんですけど、プリントしただけで売り物になるんだったらもうみんな苦労しないんですよね。その後の人件費というか、こういう手作業じゃなきゃできないやつが出てくるんで、まあもちろんこういうのもある程度自動化っていうと大げさですけど、ある程度もっとこう簡単にできるような道具っていうのが開発されてくればいいんですけどね。まあ例えば最近だと最近でもないけど 3D プリンターにベルトコンベアつけるやつとかみたいなやつとか結構出てきてるんで、あれ台座の部分だけハックしてこれにつなげられたらなとか思ってます。まあ、それ結構前からやろうと思ってたんですけど、なんかキットで売ってたりしないかな。だいたいいいかな。いやー、地道だ。ちょっと今日はやっぱりもっと水分少なめでやるしかないっすね。水が少なければ詰まっちゃうけど、水を入れすぎても今度乾燥するタイミングとか造形ができる勾配というかだったり、それぞれ問題があるので、本当にちょうどいいところを探し続けるっていうすごい地味な作業が、まあこうやってログ取っておくとやっぱいいのは、これを後で見た人が参照できるようになってるから。
水とか、まあ、材料の比率がどのくらいでどのぐらいの、まあ、パフォーマンスを得られるのかっていうのが共有できるところですよね。よし、まあ、ちょっと意味あるかわかんないけど、これはとりあえずやっとく。ちょっとでもやっぱ1日経っても随分まだ水っぽいっすね。あ、ちなみに部屋のエアコンはずっとドライ運転をかけつつ、部屋全体は1日にまあ何回かは換気してますけど、それでもあの2日経ってくるとこの間まではあのうっすらカビが生えてきてしまったんで、そこのカビとの戦いもまたあるわけですよね。これとか割れちゃったよ。普通のプリントしただけなのになんかここは崩れちゃってるっていう、多分ここが余計なことをしちゃってるんだな。ここでちょっと乾燥が早いから引っ張られちゃってここが割れたっていう、なんか多分そういう感じだと思う。やっぱ柔らかいんでプリントした後何かちょこっとでも触れてしまうと簡単に形が崩れちゃうんで、プリント時間何だったんだっていう風にならないように、本当にね取り扱い注意なんですよプリント直後は。うわー、もうこれ完全に潰れてるやん。いやー、ちょっとこの造形かえって良くなかったかも。プリント直後は良かったけど、その後のこと考えるとやっぱしぼんでくから、全然なんというか空気が抜けてく道がなくなっちゃってる感がある。これちょっと逆効果だったかな。ちょっと前のモデルに戻ろうかな。やっぱ背高く作った方がちゃんと乾燥も進むし、なんか 3D プリントである必要性というか意味がまあやっと解釈できる。あー難しい、そしてめんどくさい。よし終わり。はい、じゃあついでに進捗を報告しておきますと、これが結構前に作った、結構前っていつだ、普通に抹茶と炭とタブコで作った、あと白檀もちょっと入ってたかなのやつで、まあ、自然乾燥を36時間ぐらいかけてできたやつ。まあ自然乾燥と言いつつも若干カビが生えかけたので、もうすぐに、この乾燥機に突っ込んでこの蓋を開けた状態で乾燥させました。あとはエアコンもだ。エアコンも、ドライ運転でやったんで、もう絶対に乾燥状態を作るっていう風にして、でなおかつやっぱ、乾燥機が 最低の温度でも30度なんですよね。30度なんだけど、で多分閉じ込めちゃうと風が当たりすぎちゃうかなって思ったんで、もうただ開けっぱなしにしてやってみたっていう感じですね。まあ思った通り割とひび割れも、あちょっとあるな、ちょっとあるけど見えるかな、ブラック若干あるけど、まあ、悪くないかなっていう気はします。うん、やっぱり壁がどんどんへこんできちゃうね。なんか丸い状態のままプリントされてほしいんだけど、いやーこの辺はちょっと残念かな。もうちょっと自然乾燥を待つべきだったかな。難しいな本当に。はい、あで多分取り忘れてたけど、ほうじ茶もやってみました。正直こっちはもう全然造形が難しくて、あの昨日やったみたいにすごくなんだろうべちゃべちゃ で流動性高めようとしてまあやったんですけど、まあ水を抜いていくとだんだんもうプリント全然できないっていう、全然押し出せないっていう状態だったんで、ほうじ茶はちょっと難しかったですね。水多くても少なくても難しい、なんでちょっとしばらくやれないです。さて、まあ、そう考えるとこいつひび割れなかったら抹茶とタブコの1対1ってかなり優秀だったなっていう気はしますね。うん、まあ裏側があれですけど、ちょっともう1回模してみたいです。これとかね。はい、じゃあ測っていきますか。今回はもう完全に 200ml 用意しました。最初からこれでも少なめだと思うんですけどじゃあまあ昨日の続きです。はい、40g。 やっぱりこの台好きじゃないんだよな。次が抹茶は 20g ですね。
で測りは終わりで入稿と三ナを加えていきます。で三ナこいつらが基本的に香りの肝らしいんで、で最後に、カビ防止として炭を、あそうだ炭まだ測るのせっさ、よし 8g できたんで持ってきますと、でいつも通りふるいにかけてきます。回した方がいいかな、あこれちょっと飛んじゃうな、粉の質量が多分軽くてちょっと振っただけでなんか軽く飛んでっちゃいそう、牛乳鉢で対できたんで、よし。で水を加えますと、しまった。これ本当粉の状態でもうちょっと混ぜとくんだった。ミスった。減らしたぐらいじゃ全然ダメだったかもしれない。10ぐらいを見切って減らしてもらったかも。190ぐらいか、これで180かな。もっと大幅に水減らしてもよかったかもな。だいぶいいと思う。これ今残り220ml 残してるから 180g水が入った状態けど、意外とこれでもいいな。むしろなんかもっと減らしてもいいかもしれなかったら、うん、だいぶサラサラな感じがあるけど、これでいいかな。あとは引き伸ばしてこねてを繰り返して、いやーなんかいいな、水減らしても出せそうだな。全然 30ml とか結構シビアかなって思ったけど、今回ちょっと予定変更して180で出ますか。水だいぶ少ないけど、あちょっと重い、ちょっと重くなったけど、でもまあ全然出せなくはなさそうな感じはする。結構強めに回してるけどやっぱちょっと奥に行くなってる。まあでも今んとこ詰まる感覚はない。来た。よし。まあ大きい方は一回、大きい方の送りは一回今もうこれで止めて、スタートね。こんな感じです。見えるか。じゃあプリットします。あと残ってんのはどういうもんかっていうと、昨日もこんな感じのプリント結果を得て、そのまま、まあ、ようやくとりあえずべちゃべちゃな場合はプリントこれでいいかなっていう、まあ、高さで落ち着いたんですけど、まあ、さすがにちょっと 3D 感がなくなっちゃうし、高さがないとかっこよくないんでよね。でまあ昨日散々苦しんだ通り水分多いっていう問題があったんで、やっぱり前のモデル、まあ、正しくはこっちか、このモデルでプリントさっきやってみたらなんか案外いいので良さそうなんで、とりあえずこのコーモデル自体はまあもうほとんど変えないままいこうかなと思います。いやーなんかやっぱ成功したデータ取っといてよかったですね。で今抱えてる問題としては今ほぼこういう状態でプリントしてます。1層目が、まあ、普通に文字プリントしてて、で、まあ、一番最初にオフセットだけ入れてるんで、まあ、なんか全体が床で全部接続してるような状態っていうのを作っていて、で、まあ、1層目を除いた0から、1センチかな、確か1センチまでの長さが普通に文字を 2.5D、まあ、そのまま押し出したような造形を
そのまま乗っけていくっていう風にしていて、で35ミリまでがこの2段構成で作ってて、でそれ以降最後のところでこんな風に残り1層でワンストロークでプリントしようとしたんですけど、ここがやっぱすごい厳しい、ここの後半3段目の構成が一番難しいんで、これも全部ちょっと2層で出してみようかなと思います。さすがにもうこれでうまくいくでしょって思うんで、結構肌感的にはさっきのやつでプリントしたら、あの真ん中のここまではうまくいってたんで、あとちょっと開口部がね微妙に小さいから空気の抜け道ないんじゃないかなと思ってて、これはちょっとなんとかしたいなと思いますね。はい、そんな感じです。もう最高ですわ。これが今造形できたんですけど、こっちが、まあ、今までっていうか今日だいぶ苦労してたのはここ、あの1段目から2段目に移行するときにずっと同じところで高さ変えてるんで、もうここになんていうの移動する負荷がガッてかかっちゃってて、同じところにずっとこう何層も少しずつ力が加わってて、上から見たら分かるんだけど、だんだんねじれちゃってるの。見えるかな？見えるよね、ここ。そう、これをね、ちょっと解消するためにいろいろやって、まあ、まず、1段目と2層、2段目の間のを1ミリ開けました。数値上は2ミリぐらい隙間空いちゃってるんですけど、でもね、なんとか、うまく隙間が空いてこう内側に入ったような感じで、2段目がこう外側にふわっと出ちゃわないようにしたってのと、あと造形が終了するポイントを少しずつずらしたったんで、まあこう終わるポイントがだんだん上に上がるにつれてずれていくみたいな、そういうやり方をして今ようやく綺麗にできました。やった、もう終わりや、もう終わり。今度はまあサビもうまくプリントできたんで、いやーもうだいぶほんとね、ねじれがなくなってかなり安定してきた感じですね。これのやつもこれでやっちゃいたいと思います。じゃあもう今日の作業ほぼほぼ終わろうかなと思ったんですけど、プリントの調子がめっちゃいいんで、続きとしてまた足してプリントしたいと思います。今もう夜の10時なんだけど、やばいな。はい、で、まあ、水分の感じっていうか抜けた感じはこういう感じ、どうだろう、なんていうかさつまいものペーストみたいな、触った感じでいうとそんぐらいかな。だいぶ水分も抜けてきてるんで、いやだからね、 180g 今日で水 180ml でやったけど、ひょっとしたらそれよりもっと少なくてもよかったのかもっていうのはなんか感想ですね。はい、という感じでアフター2回目いきます。じゃあこっからまあ、さっきと同じで全部の、まあ、粉物は全部混ぜたんで、今から水を入れたいと思います。最大で80ミリ水があるので、水をちょっとずつ足していっていこうと思います。まあ、多分このぐらいは全然いつも必要なんだよね。全然足んないね。10で今153ミリ使ったんで、これでちょうど160ぐらい。160だとさすがにパサパサかな。さすがに20ミリ減らすと少ないかも。ちょっとでもね硬いんだよな。でも本当なんか粘土みたいな質感になった。やっぱあの乳香とかサンナとか香り付けのやつらが意外といい仕事をした。なんかすごいね、滑らかになるね。触りやすくなるっていうか。じゃあ残り、今160ミリ入ってるんで、もう10ミリくらい。うん、10ミリ入った。170なんで、
まあこれでもさっきプリントした時より10ミリ少ないんで10グラムか、まあ一緒やけど、まあ、あれでも結構びちゃびちゃな方だったと思うね。プリントできる見極めがすっごい難しい。170いけそうだね。だってまだモーター全然詰まってない。一時的に詰まることはあるけど、練り混ぜの回数とかによるか。そう考えるとここすごい肝だよね。いやーこれほんと一番最初やった時ハンドミキサーでやろうとしたからな。ハンドミキサーでやろうとして使い始めたその瞬間に壊れるっていうことになってハンドミキサー捨てる羽目になっちゃった。難しい。もうこんなに硬かったら絶対使わないよね。もう壊れるって分かっても気づいたらその瞬間にはもう止まってたっていう。ほんとね、さじ加減が手で分かってないとほんと困るんですわ、こういうの。ちょあとはまあなんかあって切って切って適当にかき混ぜて、うん、よし。じゃあ今回は170でいってみましょう。いやー終わった、やっと全部終わった。寝ると